お、あれ皆さん揃いましたね。レーシングス、あれ石原さん、レーシングスーパーソフトでしたよね。いや、今日はソフト。あ、ソフトなんですね。うん、はい、なんか本番のルールが変わって。ああ、なるほど。吉田さんはスーパーソフトでもいいですよ。練習するとあんま関係ない。そうっすよね。いや、それが、うん、いや、俺がスーパーソフト選ぼうとしたら選べないんですよ。なぜか。練習のソフトしか選べない。オッケーです。あ、来ました。じゃあ、ここに。じゃあ、とりあえず練習で。はい。はい、聞きます。吉田さんをいじめる感じで、皆さんお願いします。これ、構成員ですか？構成員で。はい。今日はあの24時間コース。え、あ、はい、テニスポルシェだ。あ、かっこいい、松井の。すごい。これ、石原さん今年のカラーですか？そうそう。あ、吉田、こっちのコース覚えてた。まだ定かではない。まだ定かではない。定かではない。やばい、インデバル走ってた。逆コーナーだった。プロの発言とは思えない。これパッシングってあるんでしたっけ。ガッツボタンでパッシング。あ、なんか買う。やめろ。これまたスリップ効くやつですか、石浦さん。え、そう、スリップは弱いになってるから、あとブーストも効く、弱いで。ブースト？だから離れてスピンとかすると、はい、後ろの人が速くなる。あ、なんか昨日よりやっぱブリッジしないわ。あ、これ燃料もそういえば、これ減るんですね。そうそう。松井ちゃんと練習やった時とルールが変わってる、ガソリンも。あん時なんかすごい減ったよね。うん。あれ、吉田さんまた調子乗って AMG とか乗ってんすか？ええ、これしかねえんだよ。他に選べねえんだよ。まだ今お金貯めてんの？選べなくても選べないんだよ。吉田、スーパー GT のやつ出るんでしょ？あ、そうです。だからその時もなんかさ、そういう感じでお金貯めてんのみたいなやつが放送される。めっちゃおもろいっすね、それ。GT プラスでそれ放送される。まだスープラないのって言って。スープラ買えない。バッテリーの動きがやべえ、カクカクしてるよ。やっぱグリップしないな。本番もだからサイドプレスがなんだっけ、ペナルティの色。あ、そうなんですね。サイドプレスのペナルティってどういう、今まで見たことない。そういうのあるんだ。あるんですね。吉田さんどこ行ったの？吉田さん、後ろ走ってる。あれ、松田さんの息子さんってカートやってるじゃん。そうですよね。じゃあ、あ、そうなんですか。じゃあこのグランツーリスモだって一番速い可能性あります。僕ら本物とか知っちゃうから。
ここでしょ。ここでしょ。そうそうそう。ゲーゲー大丈夫。ここで僕らの好きなの。相変わらず進入スピード速いですね。人のせいにしちゃダメですって。吉田さんが一番言っちゃダメです。
本番のスタートのガスが量が分かんないけど、そうっすね。で、でも1時間のレースで6周ぐらいするんじゃないかな。満タンってことですよね。ね、今後ろに
普通にあの普通のマップで走ってます。俺も普通のマップで走ってます。俺さ、僕トラコン全開に入れてるんで絶対ミスしないやつ。はい、安心安全で走ってます。
吉田さんみたいになりました。え、吉田さんみたいに外側の縁石乗ってそのままムチ巻きしました。あのコーナー、まさか。いや、もっと手前のコーナーです。吉田さん、もう一人旅だからよくわかんない。結構わかんない。あれ、吉田さんいました。え、俺、後から入った。後から入ったから、ちょっとみんなと違うとこ走ってる。ブラックスポーツぐらい。いや、まだもっと前にいますよ。そうなんだ。今、あの例のコーナーで俺がいつもぶつかる右コーナー。すごい時差ある。全然追いつかないですね、石浦さん。全然追いつかなくない？はい、全く追いつかないです。もうちょっと強くしないとさ。これ、面白くないですね、絶対。面白くないよね。はい、なんかブースとか全然ない。全然ないですね。もう俺、給油してくださいなんて。あ、僕も出ました、今。みんなとピットインのタイミングずらさないとクイズ形式にめっちゃ時間かかる。そうですよね。
待ってなきゃいけないですよね、最終の辺にないと。しないですよね。ええ、そうなんですよね。
吉田さんいますか？ギリ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 いる。これなんか気分が振ってる。なんかいた。吉田さん、ピットで待ってました？そうそう。あ、そうだよ。合わせてた。本当ですか？嘘。すごいっすね。4周行きましたね。すごいな。
うっすね。ひでえよ、石浦さん。石浦さん、石浦さんのケツつきましたね。石浦さん、どうしたんですか、ごめんなさい。そういうことする。石浦さん、どうしたんですか。ごめんなさい。どうしたんですか、じゃないし。ごめんなさい、ごめんなさい。相変わらずあそこの進入スピード早い。危なかった、危なかったっすね。
あんまりしないでいけるかな。あと2週。一応設定がなんかこれは6週になってます。何周なんすかね。1時間で何周走るんだろう。確かにルールでは1時間って書いてあったけど、なんか水野さんからは5周か6周を想定してましたけど、このラップタイムじゃまだ走れちゃいますね。走れるよね。ですよね。見逃さないですよ、俺は。いや、言うなよ言うなよ、こんなやつなんだから。Thank you.
やばいっす、荒れますね、最後。荒れるね、最後は。入りましたよ。入った？はい、2回入りました。一緒です。ちょっと出ちゃいました。はみ出た。はみ出ました。危ねえ、吉田さん3号になるとこだった。え？危なかったっす。そこら辺の引き込まれる溝で俺ずっと3時間ぐらい待ったな。でっかもきついっすね。もう暗闇だった。来ないと思いますか。いや、マジでちょっと諦めそうだった。